こんにちは言語聴覚士の竹本です今日はですねリハビリこれが足りない人が多いっていう話をしていきます私はですね病院で入院中の方のリハビリ、まあ、ずっと担当していたわけですが今はですね退院してからもう何年も経った人たちもですねオンラインでリハビリをしたりしていますそれで気づいたことなんですけれどやっぱりね 自分でリハビリをするってなるとこれが絶対足りてないっていうパターンが多いんですよねなので今日はですね皆さんとここが足りないともったいないよという話をしていきたいと思いますまずはですねリハビリって全体としてどういうものなのかという話からですけれどリハビリの両輪重要な2つはですね質と量になりますこんな感じなんですよね 質と量がちゃんとうまく合っていたらビーンと前に進んでいくけれど片方だけだったらこうぐるぐる回ってその場で動かないとそんな感じのイメージですリハビリの質って言ったらどんなものかといえば例えば効果的なリハビリの方法ができているかとか最先端のリハビリをやったとかですねいいリハビリの教材を使っているとか もちろんいい先生とリハビリをしているとかですね、まあ、こういったことですでこれはですね、言わなくったってもちろんみんなよく調べて意識できてるんですよねなのでもうこちら側については今日はお話ししませんもう1個のリハビリの量こっちが問題なんですねリハビリの量といったら例えば週に何回やっていますかとか 自主トレの時間はどのくらいやってますかとかですね生活の中でどのくらい言葉を使っていますか会話でも読書でもメールでもいいですどのくらい言葉を使っていますかということ、まあ、こういったことですねリハビリにかけている総時間って感じですね時間がとっても大事なんですね こっち側の意識が抜けている方がとても多いですというか2パターンですねこっちみっちりやってる方とこっちがスポッと抜けている方どっちかっていう感じがしますでは例えばですがこういう状況を想像してみてくださいものすごくいい先生に月に1回40分だけリハビリを受けていますでも 自主トレは何もしていません。人と話すことも生活の中でほとんどありませんという方これ良くなると思いますかさすがにこれでは良くならないですよねどうしたって言葉の使用が少なすぎるんですよねどれだけいい先生についてもらっていてもさすがに そこでしか言葉を使わなかったらよくはなりませんなのでここが重要なんですね言葉を使う時間をもっと増やしていこうという話です自主トレをしろということでもないんです自主トレが大変なのはもうよく分かっておりますので自主トレだけが自主トレじゃないと書きましたが例えばですね人と話をするとかメールをする手紙を出してみる 雑誌をを読んでみみるるチラシを見てみるこういったものも全部ちゃんとリハビリのうちですなのでこういうのでもいいのでとにかく言葉に触れて言葉を使う時間をたくさん増やしていくことがとても大事です今までたくさんの失語症の方見てきましたけれど特によくなっていく人はやっぱりですねたくさん話す人なんですよねおしゃべり好きな方はですね 本当にどんどんん良くなっていきます完璧主義にならないでください100%伝わらなくても50%伝われば十分なんですね身振り手振りで伝わっても OK です何でもいいのでとにかくたくさん言葉を使う機会を作ってくださいそれがですね上達の一番の近道になります機械はね作るものです 今、機会がない方はですね、待っていてもそれは変わりません。なので、自分から何か機会を作るために行動を起こす必要があります。例えば、お友達を誘ってみるとってもいいですね。それから、失語症の会に行ってみる。これもものすごくいいです。地域には大抵ですね、失語症の会というものがありますので、そちらに行ってみるのもとてもいいです。それから、家族がいらっしゃる方であれば、 家族ととちょっとお話をしてみるこれもいいですねあとは、ですねちょっと外出てお店で注文頑張ってみようと、これもとってもいいです家で練習していてですねお店に行って頑張って注文してみる失敗したっていいじゃないですか頑張ってみたということでいつかうまくできるように絶対になりますなのでこういった機会を作っていくことがとても大事になります。 でもしですね、今、外来のリハビリとか通所とか訪問のリハビリ使っている方であればそこの先生に相談してみるとですね、思いつかなかったようないろんな方法が出てきます先生、もうちょっと喋る機会作りたいと思うんですけど何かいい案内ですかというようなことをですね、聞いてみるとあ、じゃあこの会行ってみてはどうですかとかあこういう選択肢もありますよとかたくさん出てきますのでそこはね 絶対相談していただくといいと思いますということでいいリハビリ探すこともちろん重要ですけれどプラスしてね言葉を使う機会をどんどん増やしていくということもぜひ頑張ってみてくださいそれではここまで見ていただいてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう私がやっている2つのリハビリサービスのご案内です1つ目は オンライン失語症道場というサービスをやっております会員の限定リハビリ動画でお家で負担なく練習をしていただくサービスになりますもう一つはスマホリハベストというリハビリサービスですこちらはオンラインでの個人レッスンになりますので手厚くリハビリしたいという方はぜひこちらも見てみてください それぞれのサービスについては下の概要欄に詳しく書いてありますのでそちら見てみてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ